あるから。いいねいいね、最高に面白い展開じゃない。カルテッドナイトで決まりだけどね。皆さん聞いてください、カルテッドナイトはオープニングアーティストを辞退します。いや、しかし聞いただろ、会場の声。カルテッドナイトとスターリッシュとヘブンズ互角だったってことは明白だよね。こんな状態で代表になったのでは、応援してくださるお嬢様たちにも失礼というもの。愛してやまない情念、全部を奪いたい衝動、俺と一緒に解き放とうさ。一つになりたい感情、分かち合うハートが共鳴。とにかく決戦ライブが決まったってことだね。スターリッシュもヘブンズも。ああ、ふざけんな。これはこれは素晴らしい自信ですね。僕たちも前よりさらに進化していくってこと忘れてない？何？はいはいはい、勝負は音楽でってことで。まあ眺めは悪くねえ。湿度 32%、 大気混濁度も低くて遠くまで目視可能だね。すべてを見下すこの眺め、上に立つ者にふさわしい住まいだ。じゃあみんなオッケー？ふざけんじゃねえ。4人で共に暮らすなど少子千万。レイジが連絡してくるから来てあげたのに、そんな話だなんてありえない。何がデュエットプロジェクトだ。気にすることではなかろう。何？はあ、なわけねえだろ。てめえ、ちょっとちょっと、二人とも。確かに前回のライブでの評価はカルテッドナイトがスターリッシュやヘブンズより上だった。そうそう、アイアイの言う通りだからこそ。スターリッシュとヘブンズの強みは分かっているな。決して個室には入るな。なんだその言い方は、入るわけねえだろ。そっちも入んなよ。なんだその無礼な物言いは。いちいちぶつかるのやめてくれない？ああ。誰だ？ああ、料理ん時にちょっと借りたわ。こまけえな。嫌なら鍵でもかけとけ。なんだと。俺のバナナはどこだ？あまりに甘みが足りなかったのでな、砂糖と蜂蜜に漬けておいてやった。バナナに謝れ。バナナはそれだけで完全無欠な食べ物なんだ。バナナ is perfect。 ああ、愚民め。うるせえ砂糖漬け貴族。黙れタンポポ頭。何なんだてめえはよ。誰にでも噛みつくもらえるが。いちいちうるさいよね。そうだろうが。レイジ止めてよ。貴様いい加減にしろ。てめえこそ。このチンピラロックが。あのな、平均3分47秒に1回トラブルが発生しているわ。レイジ、そもそも貴様のせいであろう。ああ、レイジが悪い。ああ、この4人組み合わせちゃうの面白い。おい、無言とはどういうことだ。なんとか言ったら。自分で言い出して放り出すとはな。お待たせしました。はい。レイジなら帰ってね。やつのことだ。すでに戻っていて、どこかに隠れているのではないのか。探した。無駄だった。
では、どこに？レイジから電話があった。あいつらしくない様子でな。あやつには様々なことをぶつけてきた。何を言っても構わねえと思ってた。レイジがいなければ僕たちグループにはなっていなかったよね。ユーたち4人今日からアイドルグループとしてムービングムービング。ああ、ありえない。客観的に見て最悪の組み合わせだよ。え、でもさ、ああ、何なんだよ。強引にも程があるぞ。無理やりこんなところまで連れてきて何なの。ああ合わないのは分かるんだけどさ、そう言わずに少しだけやってみようよ。せっかくシャイニーさんが言ってくれたんだしさ、いいチャンスかもしれないし。今がその時なのか。ねえ、てめえのやることは全部気に入らねえ。こっちのセリフだ。ちょっと二人とも。けどカルテットナイトとして歌うときは悪くねえ。貴様も共に歌うには悪くない。けどどうした。このままじゃ終われねえ。なあ、ことぶきが嫌だと言ってもな。そうだね、僕たちはもう一度一緒に歩き始めるんだ。ふざけるな。何なのそれ。我々を試したのか。あの時は本当にもうやってられないって思った。なんとか絆を作りたくて無理やり一緒に住もうって言ったんだけど。ってそんなことはないよ。貴様がいなければ俺たちはとうの昔にバラバラになっていた。そうだな、絆か。もうあるじゃねえか。そうだね、偶然だけでこの海で出会える確率どのくらいあると思う。これが同志の絆だよね。全国ツアー僕たちが。らしくねえ。だが考えてやらなくもない。やけに眩しい空、後もないまま今の世界で時は刻む痛いくらいに出ゆく気持ちもあるけれど胸うつむに駆られ明日の夜戻るそうだ。理由は何にせよ帰った以上は当然家を継ぐ継がねえの話になってんだろうな。財閥の当主の雇い人に対する責任は尋常じゃなく重い。俺は親父の苦労を目の前で見た。そうだったね。あいつは聖川家の長男だ。生まれながらにして当主になり責任を負うことが決められている。ああ、けどなあいつも昔のままじゃねえ。今のあいつにはあるだろう、絆が。スターリッシュっていう最強の絆が。客観的な根拠は何もないけどそう感じるんだ。あいつらには絆がある。きっと彼らはまた立ち上がるよ。そもそもレイジングを劣りブレイにも程がある。我々はグループによる決着をつけるために優勝を辞退したというのに。ああ、
なのにヘブンズを出さねえだ。ざけんじゃねえ。僕たちはみんな僕たちカルテットナイトも3グループでね。できることは全部やった。この4人だな。言われなくても元よりそのつもりだ。それが僕たち。行こう。カルテットナイト。本日出場予定だったレイジングエンターテインメント決戦ライブはカルテットナイト、スターリッシュ、そしてヘブンズの3グループが揃わなくては意味がない。だってそのために僕たちは再戦を望んだんだから。ヘブンズやスターリッシュと音楽にかける思いを胸にぶつかり合いたい。奴らと魂をかけて心のままに歌う。そん中で勝つのは俺たちだ。いい。さあ、最高の夜を始めようか。お前らも本気で聞いてくれ。カルテットナイト、ゴッツスター。ありがとう。見せてもらったよ、君たちの熱い熱い情熱の炎。熱いぜ。いいねいいね。オープニングアーティストに選ばれたのは、だがやりきった。俺たちにはゴールなんてねえ。なんだろうこの気持ち。胸の中で何かが燃えてるぜ。未知なる領域に足を踏み入れたかのような。